はい、今回はね、先ほど前編の方で反対側の方を車両紹介してきたんで、今度はねこっちの参加者エントリーしてる車を見ていきたいと思います。はい、結構ジムニー多いです。ではちょっとね歩いていきますか。はい、こんな感じですごいジムニーがねめっちゃ並んでるんですよね。結構ね県内、新潟県内の車両多いっすね。はい、これとかすごいっすよ。すごい、これどうなってんだろうこれくるくる回ってる、初めて見た。面白いですね、ゼンマイ巻きみたいな。次64かな、オーナーさんですか。64です。はい、64のジムニーいかついっすね、これもうタイヤすごいっすね。タイヤ32インチ、32インチ履いてます。結構お風呂で行くんですか。そうですね、まあ行っても月1ぐらいですかねそんな頻繁ではないですけど。なんかこう仕様的にめちゃめちゃオフロード行きそうな感じが。まあでもすごいです。オフロードは結構走れるようにはいじってはあります。はい、次になんですけど、こっちの方にもね結構ジムニーがこんな感じでいっぱい並んでます。はい、なんかトラスのような気がするんですね。カナネ、こんにちは。こんにちは。参加してるんですね。マジラジラ。参加してますよ。はい。次こちらですね。はい。さっきちょっと動画撮らせてもらったんですけど、このニュージーランドフェイスロントラ入ってるんですよ。はい。ニュージーランドフェイスに結構ロントラ相性いいんでね、後ほど動画の方で詳しく上げていきたいと思います。このハイラックスめちゃめちゃすごいです。はい。で次もっと奥の方に行って。はい、こちらもね以前紹介させてもらいましたジムニーになります。こだわりがあってカスタムされてる車両なんで、こだわってるなって感じですね。で次グラッと来てプラドとか、めっちゃ奥の方まで見えますかね。結構ねこっちの方プラドハイラックス多いですね。こんな感じでざっと並んでます。はい、すごいですね。このちょっと変わったバンパーついてますね。はい、すごい。うん、こんな感じになってます。はい、でもうちょい行ってみましょうか。ジムニーも結構すごいですよ、いっぱいずらっと並んでて。新型の70なのかな。もうすでに結構カスタムされてますね70ね。おお、かっこいい。ホイールなんだろう、どこのホイール入ってんだろう。すごいっすね、車高も上げてんすね、もう。すごい、かっこいいっすね。ちょっと後ろも、あ、やっぱ70って言ったら背面タイヤっすよね。金沢ってなってますね。おいでおいで。はい、でこっちの方プラドとかですね、だいたいみんな AFN バンパーついてますね。ですごいスカスタムが、ほらこの辺のプラドもすごいけど、ハイラックスこれ何インチ上げてんすかね。わ、すごい足回りも、メンバーダウンかなしてんの。あ、してますね、メンバーダウンね。へえ、すごい。ホイールもかっこいいですね、フューエル。じゃあと後ろの方に来て、ここからね結構音楽が大きくてちょっと音声聞き取れなかったので、もう一回ね、後日撮り直しております。はい、で会場でひときわ目立ってたのがこのハイラックスなんですよね。タイヤが確か38インチだったかな。
はい、ホイールもすんごいの入ってますね。はい、でメンバーダウンにボディリフトもしてます。うん、この車両が一番インパクトあったな。でフロント周りも AFN のバンパーついてるんですよね。うん、なんかもう今まで見たことないぐらいね、ちょっと強烈な車両でしたね。実際この車両がね、カスタムコンテストのショーで優勝してましたね。はい、でまあ今回参加してみてだったんですけど、すごいね参加して良かったなと思っております。はい、結構ハイラックスがね会場に着いたらすごいいっぱいいたんで、思ったよりね台数多いなと思ってちょっとびっくりしました。あと新潟もね結構カスタムしてる車両多かったので、とても参考になりました。また機会があればね、また次回も参加したいなと思っております。運営の方お疲れ様でした。